うひーたっけー、結構上まで登ってきたみたいだけど、今どの辺だ。そうね、ちょうどモモのあたりかしら。モモって言うと、なんだよ、まだ半分も登ってないのかよ。ぼやかない。見て、あのあたりで野営できそうだよ。今夜はあそこで休んでいこうか。お前、本当に大丈夫なのか？実はちょっとまだ慣れてないのかな、この体。あ、でもシュルクには内緒ね。ごめんね、お兄ちゃん。気にするな。俺がモナドで体を壊した時、いつもお前が看病してくれたじゃないか。そんなこともあったね。もうずっと昔のことみたい。ありがとう。念入りに整備してんだな。最近ちょっと照準がブレるのよね。ミゴールさんのところでパーツを分けてもらったから、新しいライフルを作ることもできるよ。うん、でももう少しこれを使ってみたいの。シュルク、分かってないな。愛着のある道具ってそう簡単に捨てられるもんじゃないだろ。そっか、そうだね。粗末にしたら、オダマのじいさんにぶっ飛ばされそうだしな。ずいぶん熱心ね、ガド。当たり前だ。俺たち防衛隊員の武器や心構えには、コロニーみんなの命がかかっているんだからな。鬼神兵、いつ襲ってくるかわからないんだもんね。ああ、もう誰も死なせない。30人だぞ。鬼神兵があんな大軍で来るなんて誰にも分からなかったのよ。ガドがいなかったらもっと犠牲が出てたわ。別に犠牲を減らせればいいってわけじゃない。30人も損耗していながら砦を落とされたのが不甲斐ないんだ。これでは奴らの死に意味がない。勝っていれば意味があったというの？そうだ。少なくとも無駄死にではなかった。俺たちが滅ぶか、鬼神兵が滅ぶか、二つに一つだった。俺たちは最後の一人になっても生き抜いてやる。ねえ、ライン。ん？あんたは鬼神兵に勝ちたい？もちろん。何を今さら。どんな犠牲を払っても、自分が犠牲になってでも。自分を犠牲に？馬鹿らしい。死んだら何にもなんないよ。
俺は鬼神兵をぶっ倒して絶対生き残る。もちろんシュークやフィオルン、カルナだって犠牲になんかしない。みんなで勝って生き延びるさ。ラインは単純でいいね。なんだよそれ。魅力的だってこと。は？そろそろ出発しよう。あまりのんびりもできんしな。ライン、疲れは取れた？おう、もうバッチリ。この先は再び鬼神の内部へと入っていくことになりそうだ。気を引き締めていくぜ。はい。なんでもない。気のせいだろう。